後半第3クォーター開始、頑張れヴォルプールソーズ。くる、ナッシュの野郎、明らかに前半とは雰囲気が違え。キセもそれは感じ取ってる。ボールがフリーの選手に。早いとかそういうレベルじゃない。全く見えなかった。予備動作がない。ひるむな、決め返してやれ。相手の意表をつくパスだな。うちが先輩特許だ。黒子鏡の連携に追いついた。くそ、しまった、ヘルプに間に合わねえ。ちょっと待て、ふざけんな。まさか前半あれでまた全力じゃなかったのかよ。紫丸、いよいよやべえぜ。この感じ間違いない。ええ、俺たちとは別格の野生。さすがに猿でももう分かったろ。お前らがあの手この手であがこうが、俺がちょいとパス出しゃ終わりなんだよ。シルバーを止めようとすりゃ他が止められねえ。他を止めようとすりゃシルバーが止められねえ。要は基本的に格が違うんだよ。ここからは歯ぎしりしながら思う存分絶望してくれ。点差が一気に開き始めた。ダメなのか。奇跡の世代の力を合わせても勝てないのか。頼む、止めてくれ。この開き続ける点差を誰か。シロ、メンバーチェンジです。やっとメンバーチェンジって、もっと前になんか手はなかったんすか。そうっすよ。明石のパスは自分以外もゾーンに入れることができるはずだ。あいつらが全員ゾーンに入れば。そりゃできねえ。今それをやっても最後まで持たねえ。それじゃどうやっても。いや、手はある。まだお前たち全員をゾーンに入れることはできない。だが差をこれ以上広げないためには奴らの攻撃を止めなければならない。まずナッシュは俺がつく。そしてシルバーは